おはようございます多分今日は電池があるので15分瞑想しても大丈夫だと思われます。おはよう。昨日の夜に瞑想したんですけれども、15分やってみて、なんかすごくやっぱな、長さがあるとすごく味わうものが深く味わえるし、なんかすごいより深いところにグーっていけた感じがしたから、ちょっと長めに今日やってみたいなと思いまして、あの15分瞑想をご一緒にいかがでしょうか。あのもしお付き合いされる方、先ほどエイブラハム先生はなんておっしゃってるのかしらと思って確認してたんですけど、部屋をできるだけ暗くし雑音を遮断してくださいということだったので、私これから電気消します。少々お待ちください。皆様もよかったらカーテン閉めてください。はい、じゃあ部屋暗くしましたので、これからなんと存在状態のセットを15分味わいたいと思います。静かな環境で部屋も暗くして自分の世界に入り込めるようにご準備お願いします。これから存在状態のセットをします。私は天皇である。私は宇宙の最高傑作である。私はマグマである。どんな存在状態でも構いません。その存在状態をこれから15分あなたの五感で味わってください。私は幸運の女神である。どんな味が広がるでしょうか。私は宇宙の最高傑作である。どんな香りがするでしょうか。意識が外れた場合にはもう一度存在状態をセットし、味わう方にフォーカスをしてください。これから5秒カウントダウンします。ゼロになりましたらスタートです。5 4 3 2 1 0。
かえりなさい。じゃあ私カーテン開けて電気つけますので、これ終わったらよしくインタビューしましょうね。私連続15分の瞑想なんかハマりそうです。めっちゃ気持ちよくないですか。なんかすっごいなんか穏やかさがはぁってなったし、15分もあるとこんなにいっぱいいろんな感情と気づきを得ることができるんだと思ったらいいなと思って、今まで5分の瞑想2本とかしてたんだけど、やっぱ5分の瞑想で得られない深さのところまでぐーっと入り込んでくれるから、なんか長さがあるってすごくいいんだなと思った。うん、あの春風会では朝のスタートは瞑想でスタートするんですけれども、なんか時間を15分のものもやってみたりとか、私あの田中小梅さんの本で書いてある、神様とのおしゃべりっていう本があるんですけど、その本の中に書いてあるあの天地人瞑想っていうのがあって、私それがもう流産してあ人生積んだっていう状態の時、もう瞑想なんてとてもじゃないとできないし、1分間呼吸だけを繰り返すことができないくらいもう心がバタバタしてる時があったんですね。そんな時にその瞑想と出会った時に、それだけは唯一ちゃんとできたんですよ、瞑想が。あ、私にもできる瞑想があるんだっていうのをその時に知って、できるかもしれないと思ってちょっとずつ瞑想することを意識するようにしていったことがありました。その瞑想もあのこちらで体験していただけたらなと思っております。さて、あ、まだ眠さが残ってるな。今日顔出しして OK でよしくインタビューをしたいという方いらっしゃいましたら、コメント欄で挙手していただけましたら嬉しいです。いるかしら。おかわりでも構いません。誰かいないかな、やってくれる人いないかな。優子さんか沙織さんかやりませんか。いないね。じゃあ、5秒数えていなければよしくとは全然関係がないお話をしようと思います。じゃあ5秒カウントダウンします。5、4、3、2、1。はい、じゃあ今日はよしくインタビューなしであの昨日あ、ミュウさんありがとうございます。24分でしょ。じゃあ5分どうしようかな。1個小話喋らせて。じゃあで、まだその時まだミュウさんがいたらちょっとあの相手してもらえて嬉しいです。私が30ぐらいの時ってものすごく
ケチで仕方ない時があって、でそれで何してたかっていうと、公務員してて満員電車に揺られながら通勤してたんですね。でその電車に揺られてる時に私が何してたかっていうと、もう騒音もうるさかったからイヤホンつけて音楽聴くこともできなかったから、もう頭の中だけで楽しむしかなかったんですよ、通勤を耐えるには。で何してたかっていうと、スマホ立ち上げて私が今3億円あったら何したいかっていうことをずっと延々と書き続けるっていうことをしたりとか、私が半年後に死ぬなら何をしたいかっていうふうなお題を立てて、もうずっとずっと書いてたんですよ。6年前の私が、3億円あったらしたかったことはスマホに変えたかったんですよ。ガラケーだったんですよ当時の私は。それでスマホに変えたいでしょ、京都に行きたい、織部焼の食器が欲しい、フィンランドに行きたい、で半年後に死ぬとしたらフィンランドに行きたい、高級旅館に泊まりたい、京都に行きたいとか、なんかそういうことをなんか重複するようなこともいっぱい書いてたんですね。でその中で細かく細かく書いてる時に、私理想の一日は何だろうって感じいうのもお題として書いてる時があったんですよ。3億円あったら何したい、半年後に死ぬとしたら何したい、で3つ目に、理想の1日は何ですかっていうふうに書いてたんです。で、私の理想の1日は朝起きて、テラスに行って家族で絞りたてのオレンジジュースとクロワッサンとカフェオレと食べて飲んで、ゆっくりと鳥の声を聞いて太陽の日差しを味わって、シャンパンも飲んで朝ヨガをしてっていうふうになんかこういろいろ書いてたわけですね。ずっとこうしてああして、昼は友人とランチみたいなで夜寝る前に、薄暗い部屋でヨガの音楽流しながらなんかボディークリーム塗ってヨガして寝るみたいなことを私書いてたんです。その私お金持ちになったらやりたいことって大体全部ボディケアがかなり入ってて、お金があったら綺麗になるっていう思いがすごい強くて、だから何したかっていうと書いてたかっていうとね、絶対ヨガやってるしボディクリーム全身に塗ってるし、でボディメンテナンスしっかりしてるから足に角質なんて一切ないし、膝もなんかツルツルだし無駄毛なんてありませんみたいな、それにすごい憧れてた。で皆さんお気づきだと思いますけど、別に3億なくても半年後に知るって決まってなくても別に今やればええやんっていうことをずっとこう先送りしてきたんですよ。私も公務員じゃなくなってもう何年経った、 4,5 年経った、ん？ 5 年も5年6年近く経ってるんですけど、5年くらい経ったのかな、経ったんだけれどもやってこなかったんですよ。私ヨガやる時間あるしボディクリーム全身に塗る時間あるのにやってないんですよ。脱毛もまだ完全に終わってないんですよ。こうやって人を先送りしていくんですね。で昨日ね春風会に参加してくださる方々には早期特典でもう朝晩ね、朝は筋トレ、夜は顔トレっていう風にみんなにズームで集まってトレーニングしてるんですけど、2日間やってみて終わった時にハッて気がついて、ああ私これやりたかったことだなってやっと思い出したんですよ。今さっき喋ってたことを、私はくびれたいし体のトレーニングしたいし美しい女であり続けたいってずっと思ってて先延ばしにしてたことをやっとここでやれたんだなって
めちゃくちゃ嬉しくて本当に、もう美容情報って無料でものすごいいっぱいなんか良質なもの溢れてるじゃないですか。YouTube でも私今大好きな美容整体アピアランスさんの動画すごくハマってずっと見てるんですけど、あれ見ながらずっとマッサージしてるんですけど、あれで、アラフィフの方が1ヶ月この運動をして10キロ痩せましたとか見るわけですよ。で、すごいって思って、あそこの動画の中身ってせいぜい運動3分くらいなんですよ、1個。それでもやらないって。私みたいなもの結構いると思うの。仕入れた情報を、すごーいって言って、その瞬間気分が良くてやってないみたいな。で、私はどうやったら自分がやれるのかなって考えたので、あと人がいないとやらないなって思ったの、見えっぱりで。自分のために動くのに、もう重たいなって思ってて、今まで家で、筋トレした方がいいとか、家で、何でしょう、このストレッチやった方がいいっていうのは知ってるけどやってないから、じゃあどうしたらいいのかなって去年考えた時には、パーソナルトレーナーさんのところに行ってトレーニング始めたんですよ。でもね、私トレーナーさんのところに行くと、もう週2回トレーニングやってんだからいいだろうと思って、他の時間全然やらなかったんですよ。もうほとんどいつも通りソファーの上で寝転がってるだけみたいな、生活が変わらない。だから行かなくなった途端にだるんって体がなっちゃうのね。なんか無意味だなと思って、ずっとこんな根本の意識が変わってないでこの人におんぶに抱っこっていうのってなんかいびつだなと思ったので、どうしたらいいんだろう、私が引き締まっていくためにはどうしたらいいんだろうって考えたときに、日常生活の習慣を変えるのが一番いいなと思って、その手始めに始めたのが、予祝会の後に、私、ほうれい線除去のマッサージするから、みんなもよかったらやんないっていうふうにおまけでつけたんですよ、マッサージを。みんなで、ズームで見ながら、こういうふうに顔をしたりとか、こういうマッサージを、トレーニングを、やり始めて1ヶ月である程度成果が出たんですよね。何回かお見せしたことありますけど、顔がちょっとほうれい線様がですね短くなったんですよ。こんな感じね。ゼロからのスタートでこれだけちょっと変われたのって私の中で結構嬉しいことだったのね。で、これを長いこと続けたらどうなるんだろうと思って、今年は私決めてることがあって、2023年12月31日に1年振り返った時に、いい年だった、くびれたし、めっちゃ綺麗になったし、私ほんと嬉しいって思いたいって決めたの。だから今何月 ?3 月、まだ時間あるじゃん、9ヶ月くらいあるじゃん、もうやろうと思って、顔でみんなでやったらできるっていう、やってみようっていうので、ちょっと小さい服がかかってやり始めたら結果が出て、あ、これめっちゃいいなと思って2ヶ月目もやってて、2ヶ月顔だけやってたら、体も変わんじゃないかなって。私本当は体もくびれたいし、お腹、へそを出すファッションが本当はしたいと思う。ハッピーちゃんの格好を見てて、うわぁ、腕細ーと思って、羨ましいって思ったの。ハッピーちゃん私より年上なの、私だってちゃんとやればできるはず、頑張りたいと思って、今回春風会ではもうね、トレーニングもすることにしたの。私もうね、ブスでいるの嫌なの。だからさ、これやるわけだよ、ハードな筋トレメニューを。私ね、夫と約束してることがあって、私の尻が桃尻になったらね、そう、ジソップの体になってくれるっていう風に夫が約束してくれたから、私だからね、尻丸くするって決めてんのよ。で、これちょっとよく見て、すごくテンション上がって、上はさ、お尻でしょ、で、二つ目、
アラフィフ女性1ヶ月 10kg 減たった3分これやったのよ2日間めっちゃ辛いのもうね家のトレーニングで汗かくことなんてないと思ってたんだけど汗ねめっちゃかくのだから暖房切ってやってるで私あの太ももがあのお太いのであの足痩せもやってこれで筋トレをねしていきたいなって思ってるんですよこれは限りなく私が一生懸命やります一人だと私はやらなかったで一人でやらない私を掘り下げた時になぜやらないのかっていうとなんか1ヶ月ってなんかねすぐ成果が出ないともうやりたくなくなっちゃうの気が早いし短期だから実感が1日2日でもないともうやりたくなくなっちゃうから続けられなかったんだけど顔のトレーニングは正直1日2日では変化は感じられないわからない3週間くらいした時に親って気がつき始める顔はね顔はさ筋肉のパーツが小さいからトレーニングしてもね変化が小さいのだからねやめがちなんだと思うのね私の場合はやめちゃうわけよでも実験としてみんなで1ヶ月頑張ろうってやってればとりあえずやれるで筋トレに関してはもう2日でわかるだいたい1日2日でもう筋肉痛として現れるからこいつは絶対変わるぜっていう実感がある私昨日のさっき見せた筋トレやって今下腹部めちゃめちゃ痛いんですあこれはくびれんなって思ってるからもうみんなで物理的の 5% を使って顔トレして筋トレして動かしそして 95% も使って動かしていきたいなと思ってるんですよチェリーさんまずや21日本当3週間はそうですね21日って言いますよね3週間で変わるんですよね私は今何喋ろうとした本でですよ私なぜか予宿を使ってこなかったのでこんなに予宿喋ってる女が美容に予宿しないのおかしいやんと思ってこれやってます毎週金曜日今日ですねこういう風な毎週金曜日はですね美容の予宿にテーマを絞ってやっていきたいなと思っております美容師のお尻になりました20代に間違えられました美魔女ですみたいなどんな設定でも構わないので美容に限定して毎週金曜日は臨みたいみたいな本当に不思議なんだけど、なんかね、私だけなのかな？私、パートナーのこと望んだりとか、生活のこと望んだりとか、こういう庭がいいとか、なんかそういう物理的なものを望むのすっごい好きなのに、自分の体に関して全然望んでこなかったんですよ。昨日、みゆきさんと予宿してて、みゆきさんね、お通じのこと1日3回あったらいいなという予宿をしてたんだけれども、私、お通じの回数なんて、望んだことなかったなと思って目から鱗だったの。で、美容に関しても、こんなお尻、いい女だなとか、あんな体になれたらいいなって思うのに、もう線引きしちゃって、自分では無理って思い込みすぎて、もうね、望みも湧いてこなかったの。丸い尻になりたいなんて、私、いいよね、丸い尻っていう風に線引きしちゃって、自分が丸い尻になりたいなんて、一個も、望んだことがなかったんですよ。だって望んだらトレーニングしなくちゃいけないでしょっていう風にすぐにここの頭の中にハウトゥーが浮かんでそれを考えると気分が悪くなるから望まないようにしてたの。ほうれい線がなくなりたいって望んだらすごい過酷なトレーニングしなくちゃいけないでしょ私できないから無理ってもう無意識でバババババって計算が始まって望めなくなってたので強制的に毎週金曜日は美容の日として臨みます。そういうことをやりたいなと思っています。はい。さて、皆さん、今日は金曜日です。美容のことを私も望みたいというお姉様、今いらっしゃいましたら、挙手でお願いいたします。今が39分だから、私もインタビューしてもらいたいから、じゃあ5分、今日は、5分インタビューして1分味わいタイムで3分フィードバックタイム取ってやりたいなと思っております。初めての方でも大丈夫です。ちゃんと説明しながら予宿をご案内したいと思います。
顔出しして、私に付き合ってくださる方今いますか。あやこさんおはよう。美容の予宿をこれからやりたいと思っております。今、顔出しできて、美容をテーマにして予宿してくださる方、インタビュー答えてくださる方いらっしゃいましたら、コメント欄で挙手をお願いします。5秒数えます。5、4、3、2、1、0。あれ、顔出しってやっぱハードル高いの？どうなの？チェリーさんかあやこさんしない？分かったよ。じゃあね、どうしようかな。じゃあ一人で私が本当にガチで普段やってる予宿を普通にやりたいと思います。あ、チェリーさんやってくれる？じゃあチェリーさんリクエスト送りますね。こんにちは。おはようございます。はじめまして。はじめまして。夏子さんとお呼びしてよろしいですか？いいですよ。いいですか？はい。やり方知ってますか？いや、ちゃんとは知らないんですよね。オッケー。じゃあ私が、これからインタビューしていきます。で、夏子さんがこれ、はい、すごいこう体現相互で構いませんので、どんな例えばお肌になったとか、どんなボディラインになったとか、自分のこうなったら最高っていう設定をください。まずお肌は、うん、毛穴がない肌で。あ、毛穴ですね。うんうん。で、私顔のバランスがやっぱ違うので、こう、うんうん、もう整ったお顔で、あとね、元ブラピの奥さん誰でしたっけ？みんなブラピの奥さんわかる？何だっけ？アンジェリーナ・ジョリーと、アンジェリーナ・ジョリーのような体になりたい。あ、じゃあ、じゃあアンジーのように。アンジーボディ手に入れた夏子でいかがでしょうか？あ、いいですね。じゃあ本日はアンジーボディを手に入れました夏子さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと待ってください。アンジーのボディ、体に夏子さんになってみて、今ちょっと着る服変わったんじゃないですか？いや、変わりましたよ、もう。そうですよね。はい、最近どんなファッションなんですか？どんなファッション？だってもうナイスバディなわけじゃないですか。下着つけてません。あ、下着つけて身につけ、家の中、それ家の中身につけてない感じ？家も外も出かけるときもつけない。なんでよ。外出てないじゃん。もう出かけてます。そんなことを言っちゃうくらい、こう、なんですか、もう見せびらかしたいですか？はい、見てって見てってなる。見てって、ね、なんかすごくなんかお肌の調子も良さそうなんですけど、なんか毛穴ないんですけど、何したんですか一体？もう すごいじゃないですか。人間って毛穴あるって、夏子さんはご存知ないかもしれないんですけど、本当毛穴あるんですよ、人間って。陶器みたいな肌してるじゃないですか。ありがとうございます。何してそうなったの本当に？ちょっと教えて。ケアです。ケア、ジョイランドで買ってます。わかるよ、わかる、ケアが大事、わかる。ちょっとかいつまんで、例えばですよ、一般女性はお風呂上がったら、すぐに化粧水とか、するじゃない。だから夏子さんがちょっとアンジーに、なろうかなって決めて、でそういう動き始めた時にちょっと何からスタートしたのか、初歩的なやつからちょっと教えてほしい。だから小さな歯車回したきっかけみたいな。小さな歯車、いや、みんなさ、ほらすぐアンジーになるって言った時にさ、途方のなさを感じて動けなかったんですけど、ほら夏子さんは手に入れたわけじゃない。でもそれでもスタート
ートラインがあってちょっとこう一歩ずつ動き出したから今があるわけじゃない夏子さん、はい、何したの最初何したの夏子さん何したっけ思い出して何したっけ些細なことだったはずよきっと些細なことうんでも本当にチツキヤオナニーとかチツキヤって違いますよねオナニーかなうわびっくりするすごいもう肌のことと体のこと聞いてチツキヤが出てくるとすごいびっくりしたでもそこだけですよ本当にあマジでえ何ですかそれは女性ホルモンが活性化されたんですかそうですよだから私生理終わっちゃってなんかすごく変ないいですかこんな話していいよいいよもうだって私のインスタライブ見てる方そんな女しかいないからそんなそんな女たちそんな女しかいないからえっ膣のことをされたんですねそうです、うん、えな濡れなくなっちゃって、うん、あれってで春風さん見つけて、うん私すぐ買いましたよあれありがとうもう欲しいと思ってですごい春風さんの YouTube とかすっごい見まくってでなんか今在庫ありませんとかで欲しいとか思ってポチったらなんかありますとか言って届いてもう早速使ってますありがとうございますそれがアンジーボディにつながってたんですかおそらくすごくないあヨガとかリンパケアとかそういうのもすごい好きなんで、うん、体を動かしたりとかはするんですけど、うん、でもそこは大きいですねつけたことなかったからあのつけあってやっぱいろんな幅の広さがありますけど、うん、夏子さんがされててあ これがやっぱいいよかったわねってアンジーになった今から振り返ると何があれ良かったなって思います。あれ？あ、自分でね、Gスポットを探すって。ああ、これかみたいな。うん、おお、ここみたいな。うん、おお、自分で見つけることをしたんですね。そう。なんでそれが大事だったんですか。いや、っていうか自分、私も本当エッチをして行ったことがない。行かせて。だから。行くっていうのが分かんなくてあでいろんなおもちゃを使うけどどの感覚なんだろうと思って、うん、あじゃあ自分で探せばいいんだと思って、うんうん、でこう探っていくみたいな自分の中をあすごいそれが、決め手になって今があるんですね、はい、今があると思いますちょっと延長しますそれはなんだろうなんでその G スポットを探すことがアンジーの体につながっていったんだと思いますか？なんでだろう。いや、ただ知りたかったって感じかな。G スポット、快楽っていうものと、うん、そのすごく自分の体と丁寧に向き合う作業でしたよね。G スポット探す作業ってね。そうですそうです。うん。なんか心も変化されたんじゃないですか？いやなんかねだからあ自分の体はあ なんだろう相手に満たしてもらうんじゃなくて自分で満たせばいいんだなっていう本当その通りだと思います、うん、それで、まあ、チツケアしてってあれがやっぱ決め手だったなっていう風にあるわけじゃないですか、うん、でも、うん、おそらくですけどそのチツケアからきっかけにして何か転がり始めたと思うんですよだからチツほぐしてるってもアンジーの体になってない私がいるからとか、うんまだやってない私がいるでもなんだろうきっとその先にアンジーにつながってると思うんですその過程はどんな過程を踏んだのか教えていただけませんか過程うんちょもうずいぶん前のことだから忘れてると思うんですけどちょっとだけ振り返っていただけたら嬉しいなみたいなチツケアの後何されたのかなってチツケアと何うん何したかな陶器肌になって、まあ、アンジーみたいな体になって、うん、裸で外出るとか言い始めたわけじゃないですか。もういや、まあ、やややばめ。やばめ。ここに急には行ってないはずなの夏子さんは。何したっけいや、思い出せないな。何したっけ思い出せない。じゃあ違うことを聞いてみようかな。じゃあ、今、
まあ、アンジーの体に、アンジーボディになって、周囲の方々から何言われます？どういう言葉をかける？あ、でもかっこいい。かっこいい。周囲の方からかっこいい。だから友達。友達とか、なんだろう、あの、自分の親戚とか家族とかから、夏子さんに向けて、まず、だってもう、その体持ってたら何か言われるでしょ、絶対。え、でも、若いね。なんだろうな、なんて言われるかな、かっこいい、若い、素敵。あ、でも、それ、嫉妬するぐらいの体とかね、言われて。嫉妬するぐらいが。で、最近一番言われて印象に残ってる言葉ってあります？体に返して？自分、今の自分に対して周囲から、夏子さーって言って、夏子さんこうだよねっていうので、なんか印象に残ってる言葉ってありますか？このボディの状態で。このボディの状態で。だから今でも宝石みたいな。宝石たまらないですね。すごいですね。あ、表現することなんですよ。宝石。うわー、いいなー、羨ましいな。ねえ、アンジー夏子さんは、今、もうこの美しい体を手に入れて、美しい肌を手に入れて、次にやりたいことは何かありますか？世界の宝石って言われたい。あ、いいですね。お時間になりました。今日はもう素敵なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございました。初めてお話できて嬉しい。それでは夏子さん、1分間今のアンジーボディになって陶器肌になって毛穴レスになった夏子を1分間五感で味わってください。目をつぶってください。ご覧になっている皆様も、夏子がアンジーになったんだと思って、こう自分の細胞ちゃんが大騒ぎしてると思って味わってください。いきますよ、はい、せーの。宝石みたいだね。もう見てるだけで幸せになる。ほっと夏子さん綺麗だね。憧れる。もう存在するだけで尊い。肌すっごい綺麗、なんかもうお人形さんみたい、もう陶器じゃんもう。はあ、触りたい、触らせて。はい、フィードバックタイムです。3分間、口から溢れた言葉で印象に残ってること、ここで、はっ！ってなったことのシェアをしていきたいなと思います。お話しされてみていかがでしたか？いや、楽しかったです。楽しかったですよ。でもね、すっごい喋れてるんですけど、すっごい汗だく。そうですよ。そうなの、細胞が喜ぶの。これ細胞が喜ぶんだ。そうだよ、細胞が喜んでるんだよ。みんなした方がいいよ。これさ、世界中の女性にしないとね、綺麗になんない。で、これさ、超面白い。夏子さんがね、はぁってなったのがね、宝石。宝石。私、本当に、今までいろんな言葉の表現の中で、殻を見られて宝石って言われるって、初めて聞いたから、あ、すっごい素敵な言葉だなと思った。私宝石になりたいんだよね。だから宝石すっごい好きなんですよ。石とかキラ。私が宝石になりたい。
私が宝石になりたかったんだね。これご覧になってる方々にもぜひシェアしたいんですけど、すでに叶った望みの時点からここから次に叶えたいことはありますかっていうこっちの望み出すとね、ものすごいテンション上がるの。うん、だから次の望みを出すようにするとね、楽しいからぜひやってみてほしい。予想外じゃなかったですか、宝石って。まさかの実家がアンジーにつながってるとは知りませんでしたね。Gスポット探したかなってそっからアンジーに行くのとかルートは予想外のことを自分で喋るんですよ、その未来からもらうから、うんうん、筋トレとか言いそうじゃないですか、一個も出ませんでしたよね、うんね、どんな美容クリーム使ったとかも何にも喋らずに G スポット探したっつってでもそれが夏子さんがアンジーに行くルートなんですよ。自分それぞれのルートがあるから一般論のことで一個も喋らない。昨日のインスタライブでも残ってるんですけど、みゆきさんがそのお通じ3回叶いましたっていう話は、彼女の達成ルートは思ってる素直な本音を言うことだった、そしたらお通じが良くなったっていう、もう絶対に誰も医者はアドバイスしないわけですよ、そんなこと。うんうんうん、三宅さんだったから自分の口から出た思いだったし、今の夏子さんから出てきた言葉はそれだったんです、うん、自分がルートを知ってる。ああ、なるほどね。そうそうそう、だからはあってやろう。でもしっくりきてるでしょ、夏子さんは。うん、そう、だから答えは自分で知ってるんですよ。いや、ほんとそうですね。面白い。強制的に最強コンサルを自分の中から出させるためにやるの、よしくん。こんな感じです。わー、すごーい。ありがとう。すごい。チツトレ、チツケア頑張ってとか。アンジーになるの楽しみにしてるから教えてとか。こんなことを毎週、予宿で毎朝やります。面白いですね。それで朝筋トレして、夜は、うん、顔トレをします。物理的の 5% もやります。物理的の 5%? それ物理もやります。いや、本当今日、かまってくださってありがとうございました。ありがとうございます。ねえ、みぐさん、神回だったね。なつこさん、ありがとうって。ありがとうございます。はい、じゃあ今日ここでおしまいとなります。じゃあバイバーイ。失礼します。はーい。